今シーズン一番の寒波がやってくるということで、冷え込みのピークは25から26日頃だそうですね。そうですね、はい、では25日水曜日の天気図から見てみましょう、はい、25日水曜日朝9時の予想天気図ですが、西高東低の冬型の気圧配置になっています。等圧線も非常に混んでいて本数も多いですよね。冬型の気圧配置がかなり強まる予想です。では実際に上空の寒気の予想を確認しましょう。はい、こちら日本列島がこちらにあります。25日午前3時の上空1500メートル付近、こちらに書いてありますね、寒気の様子です。でここで注目は、普段我々が、雪になる目安の寒気っていうのがここなんですよ。マイナス6度というのが相当南下してきます、はい、そしてマイナス15度という冷たい空気がこの日本海側のエリアを中心にすっぽりと覆います。こちらマイナス15度になります。でこのマイナス15度というのは、まあ、普通であればだいたい北日本止まりの寒気と言われています、まあ、それが、西日本まで南下してくるということなので、まあ、相当強い寒気、まあ、数年に一度の寒気と、言っても全く大げさではありません。ではこれによって、実際、気温どのくらいまで下がるかということで、ちょっと予想気温数字で見てみましょう、はい、こちらになります。でここで見るとやっぱり25日から6日頃を中心にかなり下がる予想ですね。で東京を見ていただきますと、こちら、25日水曜日は最高気温がマイナス4度、最低がマイナス2度という形で、かなり、冷え込む予想です。で福岡などもね、はい、この日マイナス3度、うん、そして札幌はマイナス11度まで下がり、最高気温もマイナス8度ということで、うん、相当な厳しい寒さということが言えそうです。でちなみにですね、札幌、こちら見てみますと、このグレーの点線というのは平年の気温なんですね、はい、でこれで見ると、25日の水曜日、札幌は最高気温が最低気温の平年を下回るぐらいの寒さということになります、まあ、それを考えると1日を通して相当な寒さだということが分かってもらえるかと思います。まあこれ札幌ですけども、東京や、ね、大阪、西日本から東日本にかけてもめったに来ない、冷たい空気、寒さがやってくるというふうに考えていただけたらいいかと思います、はい、北海道から九州のほぼ全域で冬日になる見通しだということで、はい、道路の失礼しました、水道管の凍結なども注意が必要になりそうですね。そうですね、だいたいマイナス4度ぐらいになってくると水道管が凍結すると言われています。で過去にもね、やっぱり東京都内とかでも水道管が凍結したということはあります、はい、都内だから大丈夫だというね、そういうことは絶対ありません。凍結してもおかしくないぐらいの冷え込みになると考えてください、はい、油断なさらず対策も行うようにしてください、はい、最新の気象情報はウェザーニュースのアプリでもご覧いただけます。